4月2日1日の取引が終了しました。日経平均株価は3営業日ぶりの反落です。先週末と比べて65円72銭安の 21,388 円58銭で取引を終えました。今日の一番安い水準、いわゆる安値引けとなっております。トピックス東証株価指数も 7.52 ポイント安、 JPX 日経400も 74.32 ポイント安と、それぞれ下げて終わりました。値上がり銘柄数は東証一部全体の約 31%、 653銘柄、これに対して値下がりが約 65% の1346銘柄、値下がり銘柄が値上がり銘柄数の倍以上になったというのが今日の動きです。規模別株価指数もいずれも下落、大型株指数が 6.1 ポイント、中型株指数が 11.2 ポイント、小型株指数 12.0 ポイントと、それぞれ下げております。新興市場も全体的に大引けとしましては軟調となりましたが、ただジャスダック平均、店頭ジャスダック平均は上昇して取引を終えておりますが、マザーズ指数は下げて終わっております。全体として堅調に推移する時間帯もありましたが、大引けにかけて売り物が増えて下げて終わったという一日です。商いは低水準でした。売買高は9億5600万株余り、売買代金は1兆6740億円、1日通しての売買代金1兆6000億円台にとどまりまして、今年の最低水準となりました。昨年末12月29日の大納会が1兆5000億円台という水準でしたので、それ以来の低水準、今年に入っては最低となっております。日経平均株価、朝方はやや売り注文優勢で始まったものの、その後上昇に転じる場面がありました。取引時間中は比較的プラス圏で推移する時間帯も長く、午後に入ってやや上げ幅を拡大、午後12時50分には先週末と比べた上昇幅が140円以上に広がる場面もありました。今日から4月相場入り、新年度相場入りということで、国内の一部機関投資家などが新規資金を振り向けたという見方も出ておりました。先週末のニューヨーク市場、あるいは今晩のヨーロッパ市場などがお休みという影響があって、外国人投資家の動きが非常に低水準にとどまる中で、国内勢などの買いが入ったという見方があります。ただ引けにかけましては、再び売り注文が優勢となり、短期的な利益確定、戻り待ちの売りなどに押されて、大引けにかけて、やや下げ幅を拡大、結局今日の一番安い水準で日経平均は取引を終えております。全体的に外国人の商いが少ない中で、方向感に欠ける展開だったという一日といえます。こういった中で、まず下げた銘柄といたしましては、6740ジャパンディスプレイが結局 6% を超す下落で取引を終えました。先週末に続いて連日の年初来安値更新となりました。3月30日の引け後に第三者割当増資などで約550億円を調達すると発表しておりまして、一株利益の希薄化などが懸念されました。逆に上昇した銘柄といたしましては、9519、小さい銘柄ですが、レノバ、再生エネルギーの発電開発などを手掛けている会社でありますが、レノバが結局 5% を超す上昇、こちらは連日、先週末に続いて連日で上場来高値を更新しました。こちらも先週末の会社側の発表が材料、30日にスカイソーラーホールディングス、こちらは上海の会社ですが、あるいは NEC キャピタルソリューションなどと進めておりますソーラー事業についてプロジェクトファイナンスを組成したと発表いたしまして、業用拡大の期待する買いが入ったという動きです。以上、今日大引けの模様、東証アローズからお伝えしました。